ララ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 、カラフル未来のえよ。ここにアラフィナさんがいますね。うろちょろしてます。はい、せーの。こんにちは、ひまひまです。そして、あれです。あれです。あー、いいですね。なんかさ、あれちゃんの挨拶、あれですと。やだ。はい、というわけですね。今日はリクエストがあった、あれちゃんと、ふだろく紹介をしていきたいと思います。イエーイ。やっぱね、私たち小学校生活も最後ですね。うん。もうだね。もう終わりだね。こんなあーちゃんとしっかり動画を撮ったのは初めてかもしれないですね。しっかりしっかり。で、今日はですね、あーちゃんと筆箱紹介をするわけなんですけど、あーさんは筆箱どこのやつを使ってるんですか？どこで買ったっけ。あ、忘れちゃった。最近は、最近は。うん。というわけで今日はもうあーちゃんの筆箱すごく気になりますよねっていう方たくさんいると思うので、今回あーちゃんの筆箱とひまの筆箱を一緒に紹介していきたいと思います。というわけで早速紹介していきましょう。レッツゴー。いいというわけで早速紹介していきます。ではアルさんの筆箱見せてもらいましょうか。じゃあこちらだけお願いします。フライングフライングフライングいきますよ。せーの、じゃーん。お、あれなんか、あれちょっと見せてください。どどん、こちらひまはあれ一緒じゃない。あれれれあれれあれあれ見てください、なんだか男の子みたいです。まあ、シール貼ってあるんですよ。まあ、かわいいかわいい。あれ、なんか同じじゃないですか。あれ形が同じ。これ全く一緒ですね。はい、実はこれあれちゃんとひまお揃いです。で、これ100均でダイソーでなんと200円と300円で売ってたよね。売ってたね。300円、200円だね。うん、200円。安くない？これ安かったし、なんか、うん、まあ普通の筆箱って感じで、はい、買いました。で、あのこちら本当は今普通の筆箱使ってたんですけど、うん、なんか今はダイソーのやつ使ってます。たまに気分転換で普通のにしたりするような日は。そうだね、まあ買ったやつね。じゃあまずはどっちから紹介します。じゃあ R2 が気になるので後にしましょう。はい、部屋先にしますね。あとこちら、ドドーン、こんな感じで、なんとこちらの筆箱100均で200円だったんですけど、なんとね、インスタのシールを貼ってます。あと、なんと、R ちゃんからもらったトイプードルのワンちゃんのシールも貼っていますね。ありがとうございます。はい。で、裏にも、じゃじゃん、R ちゃんからもらったトイプードルちゃんのシールが貼ってあります。中は、お気になる。気になる。中は。じゃあ、行きましょう。いきます。3、2、1、キューこちら。あ、ちょっと。じゃじゃーん、こちらです。ボンボン TV、 ボンボン TV さんのシール、ステッカー貼ってて、で、ここには、外国語の、うん、使ってるやつ、こういう教科書に、そう、外国語カードを入れてます。はい、で、あとはもう本当にサササって感じですが、この100均の筆、鉛筆と、あとここにはね、100均のやつなの、ほら、100均なのこれ。え、これ鉛筆よ。100均なの？これは違うけどね。あ、知らなかった。え、ダイソー？この、あ、そうだよ。めっちゃ書きやすいよ、HB の。え、いいなぁ。赤い、これ、はい。あ、ごめんなさいね、はいはい。赤と緑と黄色でセットで売ってるんですけど、この、これね。モンナ。モンナ。そう、てかね、モンナの消しゴムです。赤と黄色と緑で3色セットで売ってるんですけど、すごい、それで100円でめっちゃ安くて、しかも書きやすいから、すごいお気に入りです。じゃあ、ここも紹介しますか。はい。あとこれ、名前ペンですね。ピンボケばっかりします。じゃあ、さ、こうやって顔がね、こうやって今枠になってるでしょ。で、これをピントを合わせるには、こうやってやらなきゃ、こうね、こうやってやってください。あ、ピント合わせなきゃね。そうそう、え、知ってんの。え、だってさ、これを写すときはそうでしょ。そう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 、そうでしょ。うん、そうだ。そこをここにやんないとさ、そうそう、綺麗に見えないじゃん。なんで知ってんの。知ってるわ、そのぐらい知ってるよ。あれ、あ、来た来た来た、こういう感じです。こういう名前ペンを使っています。ピン、あはははははは、これはももさんね。はい、で、次後ろ、たばーん、あら、普通ですね。本当はここに消しゴム入れがあるんですけど、ここには入れてません。で、ここには定規、あら、そう、定規で、これがサラサの青のボールペンと、どちらがあれだね、赤いスヌーピーの、はい、あの赤、青はペンで OK。 うん、 OK。 でもね、箱型の筆箱じゃなくてダメだから、ちょっとそれ残念。
で、ケースじゃないんだよね。はい、というわけでちょっとこれ秘密が隠されてるんですが、それは後で、はい、次、おっとこれ算数の力が映っていた次、R さんの筆箱を紹介してもらいましょう。こちらはですね、今日まで使ってたかな、まあ最近は使ってます。で、中が実は汚いんですよ、写します。あの、使いすぎて、あの、割れちゃったんですよ、ここのあるあるですよね。顔隠しましょう、はいはいはい、あるあるです。あー、いいです、OK です。あるあるなんですけど、はい、ここが、あの、割れちゃったんですよ、うん、じゃあちょっと開けてみせましょうか。あ、まあ後ろならいいですよ、あの、特にこれと同じ仕組みなんですけど、うんうんうん、まあ、まあまあまあ、なんか、あ、なんもないですが、なんもなくてつまんないですね。こういう感じです。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ダメ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 。あ、一緒に、でも見てないから、ほんと見せない、ほんと見せない。人でしょ。え、大丈夫だって。やばいやばい。まあ、まあね、そうそう、Rちゃんらしさがあるんですよ。あのさ、すごい真面目なので、鉛筆が、すごい、ちょ、これだけ見せてもいい？やだ、やだ、これはおじさんだから。あの、ほんとに、事務用のオレンジのやつ使ってるんですけど、でもほんと今もそういうのが、書きやすくて好きだから、まあ、生ですよ。私はですね、あの、濃く書くんですよ。あの、筆圧が濃い。だから、なので、あの、はいはいはい、濃いやつで書くと、あの、ここにつくじゃないですか。はいはいはい、それが嫌なんですよ。確かに。だから、薄いのにしてます。はい。まあ、仕組みは同じです、ね。同じですね。じゃあ、とりあえず仕組み紹介しちゃいましょうか。はい。はい、実はこれ、じゃあ、あるさんも一緒にやります、上で。ここに来てください。はい、じゃあまずですね、ここをこうやって出すんです。こうやって出しますね。はい、こうやって授業中今こうやって使ってるよ。先生に、使ってない。先生にどうやって教科書立ててんだろうって多分思われたらしくて二度見されたよ。そうなの。うん、で、次ここを立てます。ええみたいな。そうそうそう。はい、こういうね、なんかでも何も言われなかった。なんていうか、なんかがあるんですよ。そうそう、ピッて立てられるものがこういう感じの。そう、で、これ開くんですね。ちょっと考えます。あ、見せちゃう、見せちゃう。はい、じゃあ、見なかったことに、見なかったことにね、しましょう。はい、で、ここにこうやってつけるんですね。なんか、中に、なんか棒みたいなのがシュルッとできるんですよ。はい、そうですね。それでこちらなんですけど、で、こちらになんと、こちらはなんと、じゃじゃん、こうやってドーンって置けるんです。教科書置きです。なので授業中、これはヒョロヒョロだからね。そうそう、でも授業中今こうやってやって教科書見ながらやってます。こうやって勉強をね、うん、すごい教科書立てられて、今はだいたい理科の歴史の授業の時に使ってます。理科の歴史？え、社会、社会の理科の歴史。こんな感じです。あ、でですね、はい、あの、明日から使うこちら、うん、こちら見せていいですね。はい、はいはい、いいですよ。Rちゃんっぽい。じゃあこれ見せますか。こうやって、あ、これは普通に雑貨屋さんで、うん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 、あ、ちょっと、ね、後ろ汚いんですよ。あ、まあまあ大丈夫です、大丈夫、大丈夫。汚いよね。じゃあ開けてみましょうか。どうぞ。どうぞ。かわいい。おおお、こういう感じですね。まあ、ちょっと新品があるんですけど、うんうんうん、あ、これ全く同じの持ってるよ、本当に。ひわ、あ、そうなの。ガチャポン、うん。で、消しゴム、普通の、うんうん、いいですね。カバーは取っちゃいました、ね、そう。あの、カバーを取った理由は、あの、今本当はカバーつけてたんだよね、ひわたち、これね。あの、そう、住んでるとこが書いてあって言いましたね。まあ、学校でもらったからね。うん、そうそうそう。で、マニマペン、一番普通のやつですね。いいですね、やっぱそういうのが。こういう感じでして、まあ鉛筆削りとかもね、うんうん、じゃあここも見せましょうか、全部。はい、かわいいんだよ、アルちゃん。あー、すいません。こういう感じね。ハーゲンダッツじゃないわ、うんうん、ハーゲンダッツじゃない、ハーゲンダッツじゃない。違うの、サーティワンね。サーティワンの青の赤青ペン、うん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 、こういう感じ、こういう感じですね。あ、すいませんね。はい、こういう感じ。はい、こちらです。で、定規、カメラの、あ、カメラ、クシ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 、いいですね。だけど、こんな感じですか。15メモリーまでやってやつ、ね、ほうほうほう、いいですね。もうちょいだけ詳しく見てもらいましょうか、皆さん。早かったですね。すごく回転が早かった。あれ、はい、待って、嘘でしょ。それはないって。え、どうしたんですか。え、何をなくした。あった、わかった、大事なの。うん、あ
あれ委員会の呼び、ああそれダウちゃんの写真ですね。はい、というわけでこれで以上です。はい、3人分、3人分誰がいるのでしょうか。はい、というわけでですね、今回は R ちゃんと筆袋の中身紹介をしました。皆さんもっと R ちゃんに、まあ、出てほしいと思うんですけど、あの実は私たちね、あと3ヶ月で卒業なんです。なので多分今以上は多分 R ちゃん動画に出れなくなっちゃうんですけど、一緒にお買い物とか遊ぶときに動画回すのでぜひ見てくださいねって言ってても、まだまだ一緒に動画撮りますが3ヶ月もあるので、ね、はい、卒業式楽しいよね。楽しくないわ。はい、というわけでですね、今日はあやちゃんと筆箱の中身紹介をしたんですが、あのあやちゃんともっと撮ってほしいという企画があったらぜひコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。例えばカバンの中身紹介とか、あとランドセル紹介とか、全然大丈夫かな、かなかなかな。あと何かあるかな、まあ卒業式に行くまでとかね、撮りたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。言っちゃおうか、もしこの動画良かったなって、もしこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。 R ちゃん見たい方ぜひコメント欄に書いてね。リクエスト募集中。